今日は6月の購入品を紹介します。最近は今日は6月の購入品を紹介します。まあ、京都行ったりしたんで、そうだね、はい。まあ、そこで買ったものだったりとか、まあ、その後買ったものだったりとかっていうのを、まあ、またスタイリングしながら紹介しようかなと思いますので、うん、はい、早速いきましょうか。いきましょう、はい、ではいきましょう。よーい、うどん。はい、まず京都で買ったやつですね。はい、トートバッグとキャンバスの、はい、をこの M43 のパンツ、フィールドパンツ、うん、これめちゃくちゃいい。いいね、めちゃくちゃかっこいい、ね。うん、あの時言ってたローファーにいいところでまあまだね、まあ持つというこの感じでいいじゃん、うん、いいっしょ、うん、めっちゃいいよね。いや、だいぶいいと思う、本当にかなり気に入った。うん、どうすかこの感じで、うん、だからちょっと小綺麗な感じで、うん、で、まあ、このね、汚ねカバンを持つ、まあ、外しそう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 、ね、でもさ、こいつが相当雰囲気あるじゃん、うんうんうん、だから、まあ、ある程度なんか結構決まりきったような格好でも、うん、こいつが結構アクセントになるので、うん、かなりいいと思う。いいよねなんかすげえ気に入ってるよ。だからもうずっとこれ使ってる。かっこいいよ、うん、というまず2点、うん、はい、紹介しました。はい、次行きましょう。はい、はい、じゃあ、3つ目と4つ目、はい、2つあります。はい、まずは、ああ、そっち、そっち、うん、白のプリントティー、はい、90年代の、はい、まあ、メイドイン USA、うん、なんかね、アメリカの、あの多分地方紙みたいなやつだと思う、ニュースペーパーだと思う。もうここしかないんだけど、うんうん、プリント、あ、背中も何もないんだ。そう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 、で結構ワイドなんだけど、うん、あの着丈がそんな長くないから、うんうんうん、使いやすそう。そうそうそう、でベスト出ました。そう、これは動画もやったんですけど、はい、ちょっと夏に、うん、まあ、プラスワンで今回でも結構カジュアルにかなり、そう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 、ね、そっちの動画では、まあ、かなりあのいろんなパターンをやったから、うん、こっちはよりカジュアルな感じで、うん、ちょっとまた違うパターンで着てみたって感じかな。うんうんうん、ありだね、こっちもね。そう、1個着るだけでさ、ちょっと変わるでしょ、うん、なんか確かに。まあね、この海戦時代のね、うん、40年代ぐらいのカバーオールを贅沢にベストにしちゃうっていうねところがまたいいんですよ。もったいなってやつねまあでもこれはこれでいいアイテムかなと思うけどね。うん、なんかこれなしだとこんな感じだから、うんうんうん、そうだね、うん、あるだけでかなり、ね、そうそうそう、ちょっと変わるでしょ。で1枚羽織るだけで、うん、ね、だいぶ印象変わるからいいんじゃないかな。いいね、はい、うん、っていうのが、まあ、3つ目と4つ目、はいはい、まだあるので、はい、いきます、はい、5つ目、はい、この T シャツ、うん、黒のハセタ T シャツ、はいはい、まあ、多分90年代くらいだと思うけどな、うん、ちょっと年代わかんないけど、うん、シングルステッチでね、ペンチステッチ、いいよね、いいじゃん、サイズ感もなんかいいね、なんかいいじゃん、そんなにでかすぎずな感じで。これ前だけ、ん、これ前だけ、あ、後ろもあるんだ。多分なんかの機材なのか、なんか部品なのか、なんかそういう系だよね。そうだね、うん、ここのワンポイントとさ、うんうんうん、ちょうどなんかいいでしょ、後ろのかすれ具合が。めっちゃいいじゃん、まあ、ポリとコットンの、まあ、50%50% の混率だから、うん、ちょっとこのなんか汗る、ね、こういう汗感が出るっていう感じがまたいいんだよね、うんうんうん、でもさ、夏こんな感じじゃん、なんかまあ T シャツで、うん、でパンツにサンダル、うん、まあ、ちょっとアクセサリーとかして、うん、まあね、多少着飾ってレザーサンダル履くとまたちょっと雰囲気変わる、雰囲気変わるよね、うん、まあ、なのでこんな感じで夏は過ごしたいなと思いますね、はい、うん、あともう1点だけあるので、はい、紹介します、はい、はい、6つ目、はい、はい、このネイビーの
めちゃくちゃ焦った T シャツ。ネイビーなんだ。そう、多分ね、多分ステッチがネイビーだから、多分ブリーチしちゃったんじゃないかな、多分。これ残ってるのネイビーでしょ。う、ね、ちょっとピンクっぽいあれが出てるから多分でしょ、ブリーチしてるね、多分ブリーチ剤で漂白しちゃってこんな感じになっちゃった T シャツ。めちゃくちゃいいけどね、うん、じゃあフルーツオブザルーナ、うん、結構生地感もしっかりしてるし、うん、色味がいいでしょ、めちゃくちゃ、うん、いい。でたださ、なんかさ、うん、なんか上品にも見えてくるよねちょっと。あ、これが、うん、まあマルジェラとかもこういう加工系出してたりするかね、加工でね、だけどこれがさ、うん、相当そのフェードしてるから、うんうん、ちょっとパンツは、はい、ちょっとジルサンダーで綺麗めにいって、うんうんうん、でラフな感じでバンズの、ね、オーセンティックを履くという感じで、うん、ちょっと、ね、なんか大人のこう余裕のあるカジュアルスタイル確かに、うん、これルークならこっち系の靴を履くんじゃないかっていう想定だから、うん、そうそうそう、スケートにね、そうそうそう、ジルサンダーにね、うん、ここ革靴じゃないっていうね、うん、こんな感じですよ。だからね、夏はほんとこんな感じで、うん、ちょっとラフなんだけど、まあ、なんか大人感のある格好ができたらいいなと、なんかそういうとこ目指したいなっていう感じだ ね、 いいね。パンツがジルサンダーってのがいいなね、うん、これでちょっと汚めの履いちゃうとね、そうそうそう、もう全部汚くなっちゃうから、顔からもうその、そうそうそう、服まで全部汚い、綺麗、まあ汚いみたいな、ちょっと汚いが今渋滞しちゃってるから、うん、これでパンツまで汚いともうだいぶ汚らしくなっちゃうから、そうだね、うん、そうなんだ、うん、そこだよね、はい、うん、という、まあ、今回は6月の購入品ですね、はい、はい、まあ、なので7月も多分なんか紹介できるんじゃないかなと、絶対できると思います、1点ぐらいは、はい、思いますんで、はい、はい、ではまた、はい、その頃に、うん、はい、でした。